今あの後ろでご覧になったと思うんですけど、リペダルモードをメインに対応していただいて、はい、このスイッチですね、引くと、とんで今オンの状態、あ、オンで、はい、おお、まあ、この繰り返しですね、はい、はい、最初前半の区間はオフでやっていきますので、はい、はい、あと加速区間をまず体験してみてください、はい、とドライ、そうですね、右側に倒して下に手前と、はい、ドライ。一応サイドブレーキもかかった状態でも、あ、はい、あの逆にやっていただきたいですけども、まあ、押したら解除で引くとかかるんですね、うんうん、はい、で、それでもかかった状態、かかってで押したら解除で、あ、はい、ブレーキが外れた、で引いた状態でもあのあれアクセル踏むと、そう、アクセル踏むと勝手にリリースされるので、それもちょっとやってみてください、はい、本当だ、感じがしないです、いつの間にか出ちゃいますけど、ここは U ターンしていただいて、で黄色いパイロンの間を通っていきます、で3本目の黄色いパイロンのところで1回停止をします、この状態だともうブレーキ離しちゃっても、はい、まあ、ハンドルは外せないですけど、ブレーキホールド機能が働きます、はい、あのメリハリをつけながら、加減速して、スラロームできます、はい、はい、イメージ的には市街地でこうちょっと交差点が多いようなところとかっていうイメージです。で E パワーの場合でだいたい7割ぐらいブレーキを使わなくなって、うん、この E ペダル、リーフだと9割ぐらい通常の車よりはブレーキを使わなくなります。結構離すとすぐに効きがつくので、そうですね、セレナよりも結構強いです。なので一気に前傾するよりもその徐々に抜いて、そうですね、いうような感じで、あ、でもやっぱ難しいですね、最初ちょっと慣れるまでは難しいかもしれない。で、まあ、これもともとのその目的っていうのは回生ブレーキを取るためなので、はい、回生ブレーキ、そうですね、あの減速時の力をこう充電に変える、あ、はい、それがもともとの目的なので、あのリーフはよりそれが強いので、うん、あの回生がたくさんできるというメリットがあります。この実践もアクセルのコントロールでちょっと、徐々に抜いていくわけで、そうですね、でこの止まる時もあの、まあ、今これブレーキ効いてるんですけど、あの上手い方のブレーキの残し方、ブレーキの振り方を再現してて、カクンとならないようにスムーズに止まれるような、はい、っていうのも再現してます。うん、はい、そっか、自分で上手くなくても外から見ると上手くそうですね、上手く乗ってる方からもあの、あ、上手く体感も、そうですね、この味付けは結構あの苦労したそうなんですけど、結構じゃあ、 あの抜き方っていうか足の離し方を、はい、の差はそんなに出ない感じですか。まあ、前編に気にしちゃえばもちろん差は出ないんですけど、ただやっぱ残しつつこう抜いていくところは
触ってるかもしれないですね。そうか、じゃあある程度こう習熟をした方がそうです、ね、いいっていうことですね、はい。まあ1日乗ればでも一般の方の修行もやってるんですけど、すぐ慣れてますね、皆さん。なるほど。ちょっとですかね。はい、OK です。あ、はい、あ、ごめんなさい。ソナーが鳴ってしまった。で、P を押していただいて、はい、それで気づくとかかります。はい。はい、OK です。はい、ありがとうございました。はい